動詞を25個覚えましょう。日本語能力試験 N5 レベル、スタート。切ります。包丁で野菜を切ります。ハサミで紙を切ります。送ります。友達に野菜を送りました。日本人は正月に年賀状を送ります。あげます。息子にプレゼントをあげました。娘に何もあげませんでした。もらいます。彼に花をもらいました。私は彼女にケーキをもらいました。貸します。お金を貸しましょうか。あなたにはお金を絶対貸しません。借ります。駅前で車を借りましょう。車を買うために銀行でお金を借りました。教えます。中学生に英語を教えます。外国人に相撲を教えました。習います。インド人にカレーの作り方を習いました。日本で空手を習いました。かけます。友達に電話をかけます。誰に電話をかけましたか。わかります。わかりましたか。全然わかりません。あります。富士山に雪があります。私の家には車とバイクがあります。います。公園に女の人がいます。私の家には猫がいます。かかります。会社まで電車で1時間かかります。怪我が治るまで1年かかりました。休みます。風邪で学校を休みました。ちょっと休みましょう。遊びます。娘と公園で遊びました。何をして遊びますか。泳ぎます。昨日プールで泳ぎました。明日海で泳ぎます。迎えます。駅に友達を迎えに行きます。誰も迎えに来ません。疲れます。目が疲れました。人生に疲れました。出します。財布からお金を出します。10年ぶりに手紙を出しました。入ります。コーヒーショップに入ります。遅れて教室に入りました。出ます。朝8時に家を出ました。何時に家を出ましたか。結婚します。
先月結婚しました。いつ結婚しますか？買い物します。たくさん買い物しました。あまり買い物しません。食事します。毎晩7時に食事します。毎日家族と食事します。散歩します。毎日犬と散歩します。一人で公園を散歩しました。日本語エクスプローラーアカデミー。25個すべて覚えましたか？テスト。教えます。泳ぎます。疲れます。結婚します。買い物します。すべてできましたか？それではまた来週。さようなら。